今後の寺院生活に対する思考坂口安吾寺院に特殊な生活があるとすれば禁欲生活より他にはないと思われますしかし一般人間に即した生活すなわち常欲や物欲に即した生活のあることを忘れるわけにはいきません寺院の人々は 金欲生活を過長しがちで、とかく、いわゆる煩悩に即した生活の中にも、道徳率や五達の力のあることを忘れているようです。金欲生活が道徳的に優れている理由もなく、また、特に早く悟れる理由もありません。生活は、その人の心情で生きるもので、 要するに何でも構いませんが、愛欲の絆も諦められない。禁欲生活の外分も保ちたいなんてのは、随分ん浅ましすぎると思われます。むしろ一般の欲に即した生活を土台にして出直すのが本当ではありますまいか。